あなたを探してイルカショーのところに行って、それからクラゲのところに行って、そこでウチッチーが声をかけてくれたんだよ。リンたちが仲良しさんなことを知ってたから、離れ離れになっちゃったことをすごく心配してくれてたんだ。ごめんねって何が？最高のお祝いだにゃ。離れ離れになってもこうやって会えるんだもん。運命って感じだにゃ。やっぱりリンたちは強い絆で結ばれてるんだと思うよ。うん、あなたが迷子になってもリンが見つけるから。もう二度とあなたから離れないように気をつけるね。だから手つなごう。あなたの手あったかーい。これからもよろしくね。